でもじゃあ、とりあえずね、今日だけランクマン、怒涛の3連敗ってことなんでね。シングルは相変わらず目っぽいわいってことで。まあ、遊んでますけど。ちょっと待ちくださいね。動画の処理が、今動画の処理中なんで、よいしょ。やっと決まった。え、相手が？は？まあ、とりあえずマイナンバーカードすぎて分かんないんで、音盤の爆音波ってどっちになるんだ？あれ確か特殊だ。あれ爆音波って物理だけ特殊だっけ？まあ多分音盤なんで、喉スプレー型の爆音波型だと思うんですけど、多分音盤ってそれだよな。それしかねえよな。一応音盤は、音盤は、そうですね、爆音波は特殊型っすね。これはレジアイスで受けるわ。レジアイスで受けて、まああとはスカーフグラボスで、まあある程度殴れたらいいかぐらいか。わかんねえけど。これちょっといまいちマイナーポケモンすぎてわかんねえんだよな。俺ランカーでチリーンなんか初めて見たぞ。まあ闇ラメわかるんですよ。いたずらここなんで。チリーンはわからん。マジで。まあ、チリーンか。まあ、とりあえずマグマストーン持っとくか。ああ、なるほど。チリーンも巻きつくの定数ダメージ派だったんだ。面白いっすね。で、これは食べ残しか。まあ、とりあえずこれで1体ワブレは取れたんだけど、問題は後ろなんだよな。初手で闇の実が出てこなかったってことはなんか怖いな。ノノクラゲか。はい。相手は照らしたら切んなかった。もしくはノノクラゲの方が遅いってことはねえよな。さすがにあんのか。わかんねえけど、ね、この人間違えてランクマン潜った説ねえか。なんでノノクラゲなの？それがわかんねえ。しかもうちの方が早かったのか。あー、なるほどね。なるほどね。で、最後ドヒドヒでか。まぁ、ちょっと毒技食らっちゃいやすくなっちゃうのはしょうがないけど、まぁ、行くしかねえよな。え、トーチかしないの？マジか。で、食べ残しか。あ、違う、あれか、ヘドロか。まあでもこのターンは絶対トーチ化されると思うんで、まあこのまま突っ張っちゃいますけど。まあだよな。そのトーチ化は分かってるからいいや。
何がしたかったのかわかんねえ。とりあえずヒードランで3立てと。この人は何がしたかったんだろう。まあランクマ元にもそうですね。まあ一発でランクマ6に戻れたからさ、まあ俺からしたらね得なんでありがたいですけど、ちょっと申し訳ないことしたな。眠い。さあ相手が、海流幅紙パオジアンサーフ号 A フィーマーあると、まあテラパコス、ちょっとめんどくせえなこれ。誰が初手で出てくるのかがわからなすぎるのが一番厄介なんですよね、これ正直言うと。でも意外とこれ6セット、いやでもこれ誰が出てくるかな。まあ、ここ2体は確定してるんですよ。ここ2体は確定してるんだけど、問題はそこじゃないんだよな。正直言うと、ここ3体でいっちゃいたいんだよね。ただ初手が出るか分かんなすぎて無難にしか出せない。でも正直に言うと、まあここ3体でいっちゃった方が得なんだよな。いっちゃうかこれで、これしか分かんねえ。だ相手が正直に言うと一番最初にパオジャン出さなければ俺ギリギリ正気で3割、パオジャン出された瞬間にほぼごめんなさい。言っちゃ悪いけど、エーフィーか。一番わかんないやつ来たな。まあ、とりあえずマグマソームで。サイコフィールド？ん？まあ、エスパータイプにいるか上がるよっていうのはわかるんだけど、あと先生はザフジか。ああ、なるほど。サイコブースト持ちか。で、どっちが上がる？ BD？ ああ、D がワンだ。了解。シャドーボールか。60ぐらい入る？ああ、意外とそんなんで済むんだ。へえ、安っ。パオジャンか。まあそりゃパオジャンで来るよな。いやでもこれ絶対聖剣一発で落ちるんだよ。ってことはここ一発は聖剣すかしたいんだよ。いやこういくしかねえよな。ごめん、これミスったらごめんなさいだな。聖剣できたら安い、そして外したらもう負け決定する。オッケー、聖剣なら安い。これは買わせれる。うわー、終わった、負けた。ダメだ。お前そこで4分の1当てんなよ。うわ、負けたー。これもう無理じゃん。じゃあこれもうドランキルしかねえか。うわ、負けた。うわー、ここで外されると思わなかった。正直ショックだわ。
いや、これ正直当ててくれたら、ワンチャンあったんだよ。うわぁ、最悪すぎる。だからゴキブリ嫌いなんだよ、俺正直言うと。まあ、ゴキブリを今回アタッカーメインにしたのが悪いんだけどさ、俺が。とりあえずボディプレで。鉄壁積んでる余裕は多分ないと思う。多分、聖剣が、80入る気がするんですよ。あー、60で済んだんだ。意外と安いな。で、タスキは知ってんだよ。そのタスキは分かってるんだけど、まあでも次のボディ、次のあれも耐えるんで、ギリギリワンチャン。まあ急所に当てなきゃワンチャン耐えるんですよね、確定で。相手ガチ悩みしとるやん。OK、これはとりあえずワンチャン耐える。で、ボディプレでパオジアンが落ちる。で、多分相手次、ラストテラパゴスなんですよ。普通に考えて。ああだよな、そこもラストテラパゴスだよな、それ分かってんだよ。ああ、大地の力は絶対耐えねえ。ただこれ正直瞑想積まれなかったのが若干上振れあるんだよ。いやーでもさっきのやっぱりマグマスも当たってると当たってないってだいぶ違うんだよな。まあ運ゲーにしちゃった俺がいいんだけどさ、とりあえず一発積まして、これで相手が瞑想積んでくれたの上技なんですよ。まあどうなるか分かんないけど、まあ正直負けるでしょ、どっちにしろ。俺も正直分かんない、現状。まあそこでドランがそもそももうマグマスマ発射してんで、もうほぼ負け決まってんすよ。タスキをごと一発で削るためにはあれしかないんですよ、手段は。おっと、アイスの方が早い。アイスじゃん、ごめん、テラボコスの普通にあれ積まずに打ってきた。80入る。ああ40で済むなら全然安い。もう、あとは急所に当たんないことにかけるしかねえんだよ、俺も。食べ残しか、お前も。え、これどうする？チャージビームで吸い上げるのか、ワンチャン霊火で凍らすのどっちがいい？いや、ワンチャン霊火でかけるか、もうしょうがねえ。だって相手瞑想ないんでしょ、これ多分。いや、ないな、多分。
いやーでもこれマジでワンチャン凍ってくんねえから、もうワンチャン氷にかけてんだよ俺マジで。よっしゃ凍ったよっしゃ凍った勝ったー。でもさ、正直に言うわ、その HP で凍ってももう遅えんだけど。だってさ、テラクラスターがさ、耐え、だってあれでしょ、テラクラスターがレジェンス40でしょ、急所になったとしても80でしょ、俺ワンチャン耐えるぜやった、そこで凍るんだ、なんちゅうワン運ゲーだよこれ。まあでもそこで凍ったとしても多分意味ないと思う、正直ワンチャン意味ないと思う。よっしゃこれは勝った、クソほどの運ゲーまあしょうがねえ、こっちもマグマストーンも外されてんだ、氷ぐらいの運ゲーを集めて神させてくれ。いやー危ねえ、よかった勝ってて。いやこれ勝ってたのはでかい、ちょっと嬉しい。で、次勝ちは一応ランク7ですからね。いや、次勝ちて、意地でも、意地でも勝ちて。てか、びっくりした。なんだっけ。テラパゴスと、レジアイスがバトルしたら、レジアイスって勝つんだね。俺、正直そこのスタンスで勝ってたわ。そして相手が、ごめんなさい、ドンカラスじゃなくて、なんだこれ、アーマーが、アーノ、マーノ、ガーノ、パオジアン、ハバカミ、ボーマンダのあれ、ミライドン、あれと。さあ、どうしましょうかね。多分ね、俺の勘だとアーマーガーが、多分あれ持ってるはずなんだよな。あれ、名前が出てこないんだけど。多分ゴツメ？アーマーガーのゴツメがめちゃくちゃ痛いんだけど。まあ、今回ちょっとこの3体で行ってみようか。うん、これが一番無難ですね、なんとなくは。ミライドンか。まあとりあえず第一の力でいいか、このまま。まあ引かれたら引かれたで、所詮アーマーガーなんで、まあボルチェン食らってアーマーガーだったとしても多分そこまで痛くはないんで、ああやっぱりトンボ返りか。多分これそうですね、あれだと思いますね、名前書かねえ、多分アーマーガー。あ、ディンルーなのそこ、マジか、一番意外だった。多分ディンルーとドランだったら絶対ドランの方が早いはずなんだよな。無理か、さすがに。いや、ディンルーにスパイス振る人俺見たことねえぞ。ディンルーってどちらかといえば要塞にしてって感じの方だと思うんで。うわあ、マグマストもお前また外すの？最低すぎんだけど。あ、ステルスロックならまだ安いからいいや。2発外したらこのヒードラン首にして別のヒードラン用意しようかな。かわいそすぎるやり方だけど。
オッケー、今度はツタで、多分これで木の実が発動するはずなんで、まあカタストロフィーはしょうがねえや。これはしょうがない。うん、これで木の実が発動するのは想定内。いやでもテラバーストする意味ねえよな。まだまだねえな。とりあえずラスアカロンで様子見よう。吹き飛ばしか。ほー、吹き飛ばしなら、まあ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 、悪くはないけど。まあ問題は誰が出てくるかしらなんだけどさ。ブリザボスか。ブリザボスなら安いあるな、意外と。確かこのブリザボス腐っても D にも振ってるんで。まあ本当は研磨したいんだけどね。多分そこまでカタストロフィー込みだと研磨してる余裕ないと思う。お前の方が早いんだ、まさかの。まあ、もう一回ミライドンか。まあ多分これは耐えられないと思うんだよな、稲妻ドライブは。あと俺もう一体誰にしたっけ？ロックにしちゃってるよな。ドランも微妙だしな。いや、だとしたらこれ、一旦これも、10万馬力で、いや、どっちがいいかな。雪ならでいいかしょうがね。多分耐えないと思う。なんだっけ？あれ、稲妻ドライブは。だよな、それは耐えねえのは把握してる。ただかといってじゃあドランが耐えるかっつってもドランも微妙なんだよな、正直。ステロ入っちゃうんで、ほぼ負けてるんだよな。ちょっときついな。しかもテラストロ切ったのか。へぇ。何、水テラ？知らんけど。ミライドンって水テラ意外と出るんですよね。本当に？え、水テラ？あ、マジモンに水テラだ。へぇ、意外。やっぱりどっちにしろ耐えないで関係ないっすね。俺もディンルー使おうかな。ディンルーだったらね、予備ね、十数体はいるはず。あれ、ディンルー何体いたっけ？ちょっと待ってくださいね。ディンルー、でもね、ディンルーの予備タンクとかね、昔のなんだっけ、メモ帳のスマホだったんで、多分データないんですよ、もう。多分ないな。ディンルーとかのデータは多分これないに等しいね。ちょっと待ってくださいね。新しい、あ、こっちか。とりあえず降参だけしちゃう。うん。ポケモンのデータないっすね。最悪すぎる。まあいいや。とりあえず最悪、まあでもそうなんだよな。スーパーには意地でも行きたいんですよ。報酬が違うんで。まあとりあえずなんか考えてみたいと思います。で、また次回でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあとりあえずね、もうランクはやる気ないんで、もう落ちるところはどうしても関係ないんで、なんかとりあえず適当に見つけた、面白いパーティーあったの忘れてたんで、まあそれでも今回ね、適当に遊んでいこうかなと思います。
まあやる気は本当にないんで、もう適当って感じですね。もう負けてもいいし、もう何とも思ってない、正直。もうやる気もプライドも全部ない。以上、終了。うん、多分俺これ負けたと思う。このパーティーね、正直に何回か使って、前回使った時にゴミだったんですよ、言っちゃうんですけど。その中でまあまあウーロスと、これ、ブリジェラス相手にマジで上取れないんですよね。多分負けたな。まあ、正直言うと、まあ言っちゃいですけど、ゴミみたいなパーティーですからね、これ。本当にあの、人のパーティー使ってから何でもやるのさ、マジでゴミでまでですよ。これ使うんだったら正直俺黒板の方が全然マシだと思う。それぐらいこのパーティーは使えない。ああ、やっぱりウーロスか。いや、素直に、お前にデートやるわ。やる気ねえから。ちなみにあれ、間違えてポケモン選んだんで、正直もう終わった瞬間終わりなんですよ。とりあえず、どうしよう。まあ、そもそもシングルの時点でやる気ないんで、まあ、適当に見てくださいって感じなんですけど。まあこれでいいかも、一回。とりあえず、なんか一番下の攻撃が気になるんだけど、どういうパーティーこれ？なんかいまいちわかんねえパーティーだな。まあ、でも、あえてこう、ウーラオスから行ってみるか。あえてウーラオスからの、で、ドラパルトからの、あ、でも、あ、まあ、ドラパルトでいいか。ドラパルトからの、まあ、バドレックスで。まあ、とりあえず、ウラオスとしか。まあ、お、待ってごめん。かけんとこ、アクテラ？アクテラか。アクテラってことはじゃあ、あれじゃん。確実にあの、助け持ちっすね。じゃあ、もう水流連打でいいや。うわぁ、雷パンチうまっ。まあ、とりあえず入れるんだ。あ、でも、あれ、冬打ち持ってる？あー、マジか！先生の爪？最悪すぎんだろ、運ゲーじゃん、これ。負けたー。うわぁ、ショックすぎる。そこで先生の爪発動すんのか。てか、ウロスで先生の爪って面白いっすね。だったら冬打ち入れとけばいいのに。面白いな、この人。いや、でも、言っちゃ悪いけど、マジでそこで10分の1発動するなんて知らねえよって話だよな。うわぁ、これで多分海王が出てきたら俺負け決定っすね。
これ不意打ちで落とせれない、無理か。うわ無理すぎる、もうやる気ねえ完全に終わったわ。なんだっていいやぶっちゃけあそこで先生の詰まつしてね、もうやる気ねえ、悪いけど。これ素直にレートやるよ先生の爪発動したんだそれぐらいのレートやるよ。さあとりあえずどうなるか、相手が、うわーなんだこれ、リンルイーユイブリザボスドダイトスに、なんだっけお前、あごめん、ドラパルトか、ドラパルトとあれか、どうしようかな。でもまあこうは確定なんだよな。まああとイーユイとリンル対策とドラパルト対策でまあ裏お酒持ってっかぐらいか、わかんねえ正直わかんねえさあ、問題はドラパルトか。多分ドラパルト弾だよな。行くしかねえな。一発テレパスト。まあ、鋼テラスで切られたらもうそれこそもう一回負けて交渉に仕入れた話ですね。まあ、正直に言う、ランクもやるんだったら、改造部屋潜った方が絶対利口。言っちゃ悪いですけどね、あんまり。まあ、改造部屋、まあ、改造部屋なのかな、わかんないけど。でもここ普通にだったら定石的に不意打ち打つはずなんだけどな。どうなんだろう。ああ、なんだ、マジか。普通に突っ張ったんだ。さあ、ドラパルトが何を持ってたか分かんなくなった。これ一番痛いパターンなんだよな。おそらく俺の勘だと、ボーアンダのあれがダイスなんですよ。そうなると、イエイがスカーフとかなのかな、もしかすると。どうしようかな。まあ、とりあえずもう一回テラバスで。マジで？一番意外な、って感じですね。マジか。今の降参はマジでわからんかった。あ、なんか飛んだエラー発生した。あれ、今のじゃあ扱い、今の試合扱いはどうなんだ。まあいいや、とりあえずスキップするか。さあとりあえず今の試合の判定はどうなるんだ、扱い上。あ、よかった、危ねえ俺切れるところだった。どうしようかな。とりあえず一試合腹ごなしにダブルやるか。でもちょっとなんかもう終わりにする。なんかもう、やっぱり無理だ俺。シングルだけは。正直ね、ダブルの方がね、楽。さあ、とりあえず相手が、水ポン、なんだっけ。
なんだっけお前。あー、ライコか。タケルライコ、リザードン、まあ、ゴリランダ、あと、グラードンとパオジャンか。まあ、おそらくハレパに近いパーティーって感じなんですか、なんつか以上。だハレパとフィールドって感じか。まあ、とりあえず、ここ2体で様子見し、ここまで決定なんで、あとはまあ、パオジャン対策とか、まあ、もろもろって考えてみても、まあ、ドラパルトでいっか。いや、これ、あえてもうねるみたいなもんでいっちゃうか。そっちの方が良さそうですね。とりあえず、パオジアンとリザードンと一番わけわかんないタイプで来ちゃったのか。とりあえず、まあ、アストラビットだけ、まあ、普通にぶっ込んで、追い風だけしとくからね、ダメ。これ、追い風できるっていうのは後なんだよな。正直俺、グラドンと、ゴリランダーが同時に出てきたら最悪だなとしか思ってなかったんだけど、これ一番安いまである。リザードン色違いだったんだ。おー、まあそれなりに入ったか。おー、アイススピナーか。それうまいな。アイススピナー食らったのはちょっと痛いね。熱風は安い。やけどしなきゃね。どうしようかな。まあイエスさんでいいか。で、間違いなくリザードンは下なんで、まあ、イエスさんの不意打ちが、おーっとパオジャン引っ込めた。マジか。あー、なるほど、ゴリラ。おー、でも別にゴリラでもいいんだけど。いや、正直それゴリラでも大して変わんねえんだよな。まあ、どっちにしてリザードンが落ちるんで、アドっちゃアドなんだよな。で、相手ここでもう一回ポージャンか。
で、問題は相手のラスト1体か。ああ、グラドンか。だとしてももう無理じゃね?C3 段階で、グラドン、スカーフでも無理じゃね?てか、グラドンに助けは絶対ないでしょ。だよね。だよね。よ、よかった、かつて。まあ、とりあえずもうこれでいいか。なんかもう今日やる気ね。疲れちゃった。まあ一応これで来月あと一勝すれば、まあスーパーに行けるギリギリになってるんで、まあそれでなんとか、まあ済ましましょうか。したら、そうですね、動画切り替えて、まあ丸々一本分ぐらい。まああの、なんだっけ。ヘイラシレイとか、ちょっと潜ってみたいかなと思いますんで、行きたいと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ありがとうございました。